皆さんこんにちは。 MJR ティケティングゲストハウスの日本人オーナーマリです。今日は清明節。夫の家族は中国系なので、ご先祖様に祭壇を築き敬拝を捧げるのが習わしです。たくさん並べられたお供え物の中にあるこのパンは、もともとは中国福建省のお菓子です。今回はフローレス島の特産品、コンピアンマンガライについてご紹介します。福建省にご先祖様がいる中国人が、マンガライで最初にコンピアンを売り始めたのがトコタラ山です。コンピアンは1562年、中国福建省の書、赤渓港によって作られました。倭寇と戦う際に簡単に持ち運びができ、かつ長期保存ができる食べ物として戦略的に考案されたのです。その昔は1ヶ月持ち歩いてもカビが生えない貴重な食品と呼ばれ、船旅をする際には蛍光食やお土産とされてきました。現在では人々の嗜好に合う形に変わってきていますが、真ん中にある穴は紐を通し首から下げて持ち歩くためのものだったようです。一口にコンピアンといっても、お店によって見た目や味が変わりますし、プレーンなものと具にお肉の入ったものがあります。それでは比較してみましょう。甲乙をつけがたいのですが、オリジナルに一番近いのはコンピアンカロットだと思います。私たちのゲストハウスでも朝食にプレーンのコンピアンをお出ししています。ピーナッツバターやマンゴージャムなど、その時期に手に入るもので手作りジャムを作り、コンピアンとともにお出ししています。MJR ではお店で買うことのできない特別なジャムをお楽しみいただけますよ。